なじま火力発電所は、かつて福岡市東久名島に存在した火力発電所である。1920年より1960年にかけて運転された。戦前期の有力電気事業者である九州電灯鉄道が建設。1939年に東方電力から日本発送電へと出資され、1951年から廃止までは九州電力に帰属した。 廃止時の出力は4万6000キロワット。1912年、福岡市の博多電灯軌道と佐賀県の九州電気が合併して九州電灯鉄道が発足した。福岡、佐賀両県を中心に電気を供給した同社の電源は、佐賀県内の水力発電所と福岡市郊外にあった住吉火力発電所が主力であった。 その後同社は1917年にかけて佐賀県を流れる加瀬川上流において水力開発を手掛けた。川上川開発を進める一方で第一次世界大戦を背景とする需要の急増に対処するべく、九州伝統鉄道は大規模火力発電の建設計画を起こし、1916年11月、これにかかる資金調達について株主総会の承認を得た。 計画は3 0 0 0ットの火力設備増設と2万キロワットの増設の2つからなり、全社については長崎発電所の増設という形で1919 19年に春行。そして後者は那島発電所の新設という形で実行に移された。2万キロワットの火力発電所建設は福岡、佐賀両県にわたって用水と石炭を基準に用地の選定が進められ、 一旦は、佐賀県北部の唐津線山本駅近くに決定された。しかし1918年になって、福岡市郊外の福岡県か谷郡、たた村大技なじまに変更され、同地に約5万坪の土地が確保された。そして1918年12月より、なじま火力発電所の建設工事が始まった。なじま火力発電所は1万キロワット発電機2台で、 運転するものとされ、まず1920年3月に、片方の発電機の据え付けが終了し、4月2日より、送電を開始した。もう片方の発電機の設置も、同年6月29日より運転を開始している。発電機及び長期タービンは、米国ゼネラルエレクトリック製。こうして完成した、なじま火力発電所の出力は2万キロワットであり、 同発電所を運転開始前の九州伝統鉄道の総発電力を単独で超える大規模な発電所であった。こうした大規模発電所の設置は、同社常務松永安左衛門が計画したという。発電所からは、近隣の変電所へ送電線が伸びたほか、川上川第一発電所を経て、佐賀、大川方面にやさせ長崎方面へ至る。 機関送電線の起点となった九州伝統鉄道は1922年に名古屋市の関西電気と合併し東方電力となった。東方電力に引き継がれた時点で、なじま火力発電所は水力発電では不足する供給力を補給する発電所として利用されていた。出力は2万キロワットであったものの、 ボイラー出力の関係上実際には 17,500kW に止まっていたことから、1924年1月になって、ボイラーが2台増設された。さらにその後の需要増加で、滑水器の供給力不足が懸念されたため、2万 kW の拡張計画が立てられ、1925年8月に2万 kW 発電機1台などが増設されている。 この後も需要増加対策として大拡張計画が立てられたものの1931年に大淀川発電所などから受電する契約を東方電力が締結したためこの計画は中止となった。1937年8月になり長崎佐世保方面の重工業発達などに伴う需要急増への対策として東方電力は 愛浦発電所の新設許可を得たが、その完成までの需要増加は、想定を超えるペースであり、供給力不足に陥った。このため、中部電力が補給火力発電所増設を目的に発注したものの、東方電力との合併で増設が中止となり、用途がなくなっていた機械を転用し、急遽なじま発電所を増設することとなった。同年12月に増設工事は始められ、 1938年11月29日に完成、冬の滑水器対策に活用された。この時増設された設備は1万キロワット発電機などである。東方電力時代の馴島火力発電所は火力発電技術の研究所としての役割もあり、様々な新技術がこの発電所で試験、使用され、同社の発電所新増設に生かされた。 1938年の電力管理法施行に伴う電力国家管理の実施により国内の電気事業者は発電設備については出力1万キロワット以上の火力発電所を新設の国策会社日本発送電へと出資することとなったこの規定により翌1939年4月1日の日本発送電成立に合わせて東方電力は同社へ なじま火力発電所を出資した。1951年5月1日、戦後の電気事業再編成に伴う日本発、送電九州支店と九州配電の再編によって、九州電力が発足する。これによって、なじま発電所は、九州電力に引き継がれ、九州電力なじま発電所となった。九州電力発足後、同社管内では、築城、大村、神田、 信仰といった10万キロワット以上の出力を持つ新鋭の大容量火力発電所が相次いで建設された。これと引き換えに能率が劣る既存火力発電所は次第に存在価値を失い合理化のため順次廃止された。鹿島発電所もその一つで1960年12月8日に廃止された。 通称産業省の資料に基づく1953年3月末時点の発電所設備を以下に記す。1960年12月の廃止後、発電所の象徴であった4本の煙突は、翌年から1962年にかけて順次解体された。跡地は、九州電力のグラウンドを経て、馴島運動公園となり、園内には当時を忍ぶ記念碑が建っている。 ありがとうございます。